200人東大を受験する人がいて、そのうちまあ100名前後現役で受かるわけなんですけど、浪人した100人のうちまた50人くらい受かっていくわけ。一番下の階層というのは属下ですね、ですね、金融改正会とか IT 改正会とか集まったのが11億円。11億円。ということで始まりました、ぼっちチャンネルです。さあ、今回はですね、スペシャルゲストにおいでいただきました。言論会の教務長をやっております、寺田隆弘と申します。はい、数学の先生になるわけですが、本書いてる。書いてます。現在、東京大学の農学部の4年生、はい、そして、なんといっても改正出身ですから、ね、はい、改正からやってまいりました、はい、なんで今日ちょっとね、改正についてね、聞きたいんですけども、はい、なんといってもミス改正ですからそうですね、カミングアウトさせていただきますなんですか、ミス改正って。ってそもそもミスコンがあるんですか、改正に。そうなんです。男子校で結構ありがちだと思うんですけど、はい、まあ、ミスつくくまとか結構有名だったりする。ああ、そうなんですね。あるんですね。改正にもミスコンというものがございまして、はい、文化祭で助走するイベントなんですね。はいはい、僕が推薦を受けるか似合うんじゃないかみたいな。そこで舞台上でてんやわんしてたら、はい、いつの間にか優勝してたと。ぜひともここにね、出ると思いますけど、出るかしら。写真出るかしら。やっぱ改正ってすごいとこじゃないですか。なんだって東大合格者数日本一ということで、一応曲がりなりにも日本一となっておりますね、はい、専門用語的なものがあるんですよね、フレーズが。あ、そうですね、改正に入るとですね、大体200人東大を受験する人がいて、はい、そのうちまあ100名前後現役で受かるわけなんですけど、じゃあ200人受けて半分ぐらいが東大行くわけですね2人に1人が東大、半分はまあ落ちるという、まあ、はいはい、で不合格者数も実は日本一っていう特徴が。そうなんですね、なるほど、合格者日本一プラス不合格者日本一寮の改正でございます。うん、ここまでいけてると東大受かるよっていう指標があります。はいはいはい、それがあの改正でいわゆる百欠って呼ばれる、あ、はい、あのラインがあるんですけど、高校一学年400人いて、うん、そのうち定期テストとか実力テストで上100番に入っていると、うん、まあ、あらかた受かるだろうというようなジンクスがあるんですね。まあ、逆もあり。お、なるほど、その100に入っていないと百欠の反対の概念と対の概念として裏100っていうのも、裏100 百欠間の200人、はい、裏の100人だと。こうなんかないんですか、暗い超上の方は柱とかないんですか柱まだ流行ってなかったんです僕が今4年生で、はい、まあ、2017年に大学受験したわけですけど、はい、あの時はまだ鬼滅の刃が多分単行本で言ったら2巻とか3巻とかの、ああ、じゃあ上限とか下限とかいなかったですね。まだいなかったんですねまだこの漫画大丈夫かって言ってたことです東大だけじゃないんですよね、入るところ。そうですね、やっぱり改正の中で言うと東大、京大で東高一橋っていうのは、うん、割とこう結構みんな考えるところで、で総計があってっていう感じで、ここら辺の六大学とか、あとは各種国立医学部とか私立医学部っていうのが多くの方の考える志望先になってくるかなって感じですね、うん、やっぱり国立が多い。多いですね、難しいとこ国立多いからですかね、うん、ああ、まあそうですね、あんまりやっぱ私立はそんな考えないって聞きますけど、改正は。でも浪人も結構するんですか。多い方なんじゃないかと。200人東大受けて100人が落ちるみたいな話で、うん、その後もう1年浪人すると、その浪人した100人のうちまた50人くらい受かっていくわけなんです。なるほど、そういうことか。なるほど、じゃあ浪人合わせると、そうですね、現浪合わせて大体毎年150とか180人くらい受かってるっていう、うん、なるほど、まあ、そこ二浪とかもいるかもしれないですかね。そうですね、その180とか、はい、こういう力を出してるわけですね、パワーが。そうですね、数で攻めていく数の体制、すごい優秀な集団がなんかバーって襲いかかっていくみたいですけど、率でいうと、うん、まあ、つく駒、うんうん、で、そうですね、率で質ですかね、なんか一人一人の質の高さでいうと灘っていうのがありまして、量の改正と。なるほど、量の改正と。どうですか、特徴あります、授業とかは。校則が結構緩いのと、おいおい、まあ、先生方もそんなに厳しくないっていうのは結構特徴的かもしれないです。これどっちが先か分かんないんですけど、はい、先生が緩いから伸びるのか、それとも放任してても伸びるから先生も緩くしてるのか、あなるほど、どっちが先かみたいな感じなんですけど、うまくいってて、まあ、結構授業中とか寝てたりする人、普通に別の勉強してる人とかも、まあ、中にはいて、よくはないですけどね、よくはないですけど、まあ、でも先生も、まあ、中学の時とかは怒るんですけど、うん、高校になってくるとまあまあいいよみたいな宿題とか結構あるんですか。宿題はそんななかったかなって思います、本当に。そんなないんですね。で授業やってる内容とか、やっぱ灘とか、やっぱ高1の段階でね、はい、英語全部終わるとかいろいろ言いますけど、単元とかはあんま意識してなかったので、数学とかは確かに高2のうちに通算までとりあえず触ったなっていうのは、うんうん、
覚えてるんですけど、他のところは結構先生方も独自の進め方でやってるから、いつ終わったのかあんまり覚えてないです、やっぱ高3になると前に聞いた人はもう全部本当東大の問題の練習ばっかだったとかって言ってたけど、まあ、時代変わってますか。そうですね、結構東大の問題持ってきたぞっていう風に、前半はもうやって、後半授業とか、あとはセンター試験の問題近づいてきたからちょっとセンターもう1年分解いてねみたいな、この時間で1年分解いてねみたいなのやったりしました。でも予備校塾通う人もいるんですか。はい、もちろんです。やっぱり塾多いですね。一番多分返してて多いのは哲学会ですね。やっぱそうですね、哲学会で2番手がちょっとあんまり把握してないんですけど、まあ当身の人々もまあ多かったかなと。ああそうですね、特進ですよね。そうですね、特進やっぱり結構使ってって感じなんで、今はどうなんか分かんないですけど、昔はセンター模試でこの点数取れると何講座無料みたいなのがあって、バリバリやっぱり使ってましたね。うん、あじゃあ受けてたんですか特進。僕も受けました。多分物理と生物と現代文も受けましたね。はい、小沢先生と毒舌トーク、毒舌トークが炸裂して映像授業よりやっぱり切れ味が鋭くて、切れ味どっちの意味の切れ味か分かんないですけど、まあまあはい。ってことは園田先生もね、もちろん。あ、そう、先生も受けまして。生物だと田部先生。あ、田部先生だ。そう、生物の特進コースだけ、これ結構特殊なんですけど、あまりにも生物選択者が少ないので、そうですよね。ほんで田部先生がいて、長机を円卓みたいに並べて、本当に5、6人くらい、1時間5、6人くらいで今の勉強で、まあ、気になっている質問とかをさばいていきますみたいな感じで、もう独自のなんていうか授業とは異なる、またあれはすごく面白かったです。ためになりました。ためになりました本当に。合格した後あの祝賀会がね、あの田部先生に感謝を伝えに行きました。わかりましたって言って祝賀会で撮るんですよね。あのなんかよく乗ってる、そうそうそう、なんか芝生の上にゴレ作れ、そう、ね、こんな台ないだろうみたいなところに合成されてるやつ。そうでね、OB やっぱりすごいっていうじゃないですか。そうですね、OB がやっぱなんか手厚いっていうのがね、はい、まあ慶応もなんか見高いっていうのが強いのと同じように開成も強いっていう、ね、開成会で Facebook があって、その中にも、まあ、支部みたいな感じですかね、いろいろありまして、金融開成会とか IT 開成会とか、あとはこの前 Facebook チラチラ見てたら、小児科開成会なんていうのも、結構ニッチなとこだと思うんですけど、すごいあるみたいで、何でも開成会があるすごいな、何かいつみたいな。まあ例えばこう大学卒業してこう就職して、でなんか仕事とかで縁があった時にこう改正会のお世話になったりとか、逆に改正会のまあ構成員になっていろいろサポートに回ったりとか、みたいな構成っていうのは、まあサービスも、サービスっていうか何でしょう、自治も、いやだって寄付金とかもね、東大と同じですごい集まるって聞きました。今改正の校舎ってバリバリ工事中で、いろいろ体育館とかが隣に引っ越したりとかいろいろしてるんですけど、それが起こったのが僕らが4年前くらいですかね、4年前くらいから工事が始まりまして、その時にまあやっぱり大規模な工事をもう校舎ごと建て替えるみたいな話だったんで、お金が必要で、まあ、寄付金を募りますっていう風になって、で集まったのが11億円。11億円、すげえ寄付。もう改正を卒業したビッグな方々から次々と、もう100万円単位みたいな寄付が集まって、その結果4年間で11億円集まって、すごい、無事あの建設ができそうっていう形になってますね。すごいですね。じゃあやっぱおすすめですか、やっぱ改正は。そうですね、もう母校への愛と、まあ先生たちもすごく手厚く、時には放任主義でサポートしてるんで、なるほど、伸び伸びと育つことができるかなと。じゃあぜひですね、保護者の皆様ですね、改正を目指す大変だと思いますけどね、難しいですけどね、本当入試問題とかもね大変だと思います。そうですね、僕ちょっと高校入試は解いたことないんで、まあ、中学の話になると、まあ中学とかも結構やっぱり結構熾烈なそうですよね、どこになってくるんで、高校も多分ね、そして大変です、すごい解きましたけど、めちゃめちゃ大変です。いやぜひ頑張ってみてください。はい、はい、今回は寺田さんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。